旧ジャニーズ事務所が揺れる中、元スマップの5人にはそれぞれ動きがあるようだ。彼らの現在地について、芸能取材の酸いも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。木村拓哉はどうなる？芸能評論家ミスギ部、以下ミスギ、スマップの現在地ということで、いわゆる旧ジャニーズ事務所が揺れている中で、木村拓哉さんは、週刊文春による社名変更が決まっても、なんで変えるんだと抵抗して納得していないなどといった記事に対して、旧ジャニーズ事務所が完全否定したと。芸能ジャーナリスト佐々木博之、以下佐々木、さすがにでもこれはひどいってなったんじゃないですか。全部否定。あの手の記事で本人や事務所が否定のコメントみたいなの出すことはないですからね。でも木村さんも辞めてエージェント契約になるようなことを事務所が発表しましたもんね。ミスギ、ただエージェント契約するのか、完全独立するのかっていう話です。どう思われますか？芸能リポーター、安倍かすみ、以下、安倍、残るっていうことじゃないですか。違うんですか？ミスギ、多分そうですよ。佐々木、エージェント契約みたいな形で発表してましたよ。安倍、そうですよね。だから、そのまま新しい事務所にエージェント契約ってことですよね。中井の現在地にほっとする。佐々木、いいんじゃないですか。帰って。ちょっと期待してるんですよ。今まで何をやってもキムタクって言われるのを自分も気にしてたけど、エージェント契約になったりすると自分でやりたい役やれるわけじゃないですか。それをエージェント会社に伝えて、仕事を探してもらうだけですから。そうなってくると好きな役ね。そういう役やってもらったら。ミスに、面白そうですよね。佐々木、非常な、そういう犯罪者の役とかやってもらったらいいのかなって気がして、そうすると、木村拓哉さんは新しい顔が見れるんじゃないかって気がして期待してるんですけど。ミスに、中井雅宏さんはスマップでよくおなじみだったソフトバンクの CM に出演してましたね。阿部、みんなでやってたらどんなにいいだろうって思っちゃうような。佐々木、あれって思って見てたんですけどね。この新しい CM。阿部、あと元気になってよかったなって、それも思って、中井くん、踊ってるみたいな。それもあって元気そうでよかったとかね。言えないのは、いろいろ知ってるから言えないんだよね。ミスギ、まあそうですよね。阿部、逆に、ミスギ、中井さんは立場的に、のんびり仲井って会社立ち上げられて、ジャニーズさんとも友好な関係で。阿部、もちろんだって、マネージャーさん一緒ですからね。ミスギ、だからどうなんですかね。新しい地図は紅白出場の可能性？阿部、中井さんみたいな成功例じゃないけれども、そういうのもきっと見てる人たちいっぱいいるんだろうしね。佐々木、いわゆる芸能界独自の業務提携っていうのがありますからね。阿部、ありますからね。佐々木、だからエージェントじゃなくても、業務提携って形で、やっぱりやるんじゃないですか。阿部、とりあえず完全に切らないで、何かの時にはこちらからも声かけていただき、やりやすいようにやっていただくっていう。ミスギ、あと新しい地図の3人なんですけど、草さんは今年フジテレビのドラマ、罠の戦争に主演されて、稲垣さんも結構 CM とかで出てます。佐々木、草さん朝ドラじゃないですか。今度、ブギウギの。阿部、そうですよ。知ってる？服部良一さんの役ですよ。ミスギ、そうした中で香取さんが今年は中井さんと共演をしたりとか話題を集めてる中、紅白出場の可能性が浮上してるなという。結局この新しい地図を3人って NHK で貢献度高いじゃないですか。レギュラーを持ってるし、韓国の人気男性グループセブンティーンとのコラボ曲が結構ヒットしてるんですけど、タレント石岡舞、以下石岡、今、だって BTS がちょっと、今、セブンティーンは一番ぐらいじゃないですか。ミスギ、その方たちと香取さんがコラボして、実際曲もヒットしてるみたいなんで、佐々木、ありえますね。阿部、紅白。コラボをきっかけに、紅白出場なるか？そのためにクリアすべき障害もたくさんありそうだ。動画、新しい地図はコラボをきっかけに？